あ、ホットケーキ作ってる。ゴジラ君、私にもちょうだい。いいよ。いっぱい作ったわね。いくつ作ったの？さっき作ったのが3つ、今作ったのが2つ、合わせて5つ。1、2、3、4、5、本当5つだ。すごいわね、ゴジラ君。僕は足し算ができるのさ。そうだ、今日はお姉さんに昔の話をしてあげよう。昔の話？僕が怪獣王と呼ばれるずっと前の話、足し算をどうやって覚えたかって話だよ。面白そう。昔々、僕はゴジランドという島で仲間の怪獣たちと楽しく暮らしていたんだ。喧嘩するほど仲がいいって言うんだよな。いいな。あら、ゴジラ。ゴジリ、アンギラスは一緒じゃないの？あんなやつ知らないよ。また喧嘩したのね。アンギラスが僕の尻尾を噛んだんだ。ひどいやつだろ。ゴジラがその前にアンギラスの足をかじったんじゃないの？うん。ゴジラが悪いんじゃないの。早く仲直りしなさい。はーい。メカゴジラ。ゴジラみたいな乱暴なやつと仲良くしちゃダメだよ。なんだって？ゴジラなんかより僕といる方が楽しいぜ。メカゴジラだって乱暴じゃないか。そんなことないよ。お？大変だよ、ゴジラ。どうしたの？メカゴジラがアンギラスを捕まえちゃったよ。なんだって？アンギラス大丈夫かしら。僕助けに行く。お腹が空いて力が出ないよ。ゴジラ、これでもうアンギラスは僕の友達だ。助けて。はあ、アンギラスは、はあ、メカゴジラ君がまた悪いことをしてるんですって。アンギラスは連れてかれちゃったの？お腹が空いて力が出なくて助けられなかったんだ。そんなにお腹空いたの？うん。ああ、そういえば私もお腹空いちゃった。じゃあゴジラくんのパワーアップのために木の実を集めましょう。それからアンギラスくんを助けに行くのよ。合わせていくつ？よし。大丈夫かしらね。僕は3つ取れたよ。私は2つ。いっぱい取れたわね。ゴジラ君とゴジリンちゃん、を合わせるといくつあるのか数えてみましょう。僕の木の実は1、2、3。私の木の実2つを合わせると4、5。木の実は合わせて5。お先にいただきます。ゴジラがみんな食べちゃった。ごめんね、ゴジリン。
僕が木の実を探してあげるよ。ゴジリンのために。ありがとう。僕も探す。今度は4つ。僕は3つ。合わせていくつかな。僕のは4。僕の分を合わせると5、6、7。4と3合わせて7。今度は私の番ね。おいしい。よし。まだまだ足りないな。魚を取って食べようよ。それでもっとパワーアップだ。それが一番。元気いいわね。アンギラス君を助けに行くの忘れてなければいいけど。僕は5匹捕まえた。私は4匹。合わせて何匹？どうやって数えようか。これを使うのよ。1、2、3、4、5。僕の取った魚は5匹。1、2、3、4。私の取った魚は4匹。足し算の式の計算。合わせて何匹か計算しましょう。合わせるときは僕を使ってね。これは足すの印。これを使えば簡単よ。5と4を合わせることを5足す4というの。足すの印だね。5足す4は9。これは同じという印。5足す4は9。これが足し算よ。足し算？足し算って便利じゃない？足す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 便利な便利な足す足す。足し算するときは僕を使ってね。さあ魚を食べようよ。どうやって食べるの？もちろんバーベキュー。あれは、はあ、せっかくのバーベキューなのに。みんな見て、あれはあの山にメカゴジラくんがいるのよ。急ぎましょう。8。5足す3は8。アリは8匹。だ
匹になったのかな。はじめにいたアリが8匹、後から増えたアリが2匹。増えたら何匹？増えた時は足し算。はじめに8匹、後から2匹。増えたら何匹？任せて。8足す2。最初は8、後から9、10、10。8足す2は10。アリは10匹だ。ゴジラくん気をつけて。え？気がつかなくて。